今回はですね、禁止ブロックボトルに詰めていきたいと思います。いつもはね、九州の工場の禁酒を使ってるんですけど、今回は違うのを買ってみました。 KB ファームの新外産 AG、 新外産 AG はね、ブナメインの大平滝なんですけれども、だいぶ粒子が粗いの混ざってます。ほとんどチップと言えるぐらい粗い粒子のおがこ混ざってますんで、まあ、だからこそ持ちがいいっていうのかな、まあ、間違いなくありますね。チップの粗い部分はクヌギか奈良かなんかでしょうけどね、まあ、ブナで粗め粒子ってまず見当たらないんで、結構ね、この粒子の粗さが特徴で、まあ、こんな感じですよ。微粒子メインではないですね。この粗い粒子の持ちの良さを生かす品種だと思います。まあ、大平竹にしてはね、まあ、結構持つなという印象があったんですけど、あとはね、添加剤効いてますね、新外産 AG は。いつも作ってる虫とはちょっと雰囲気変わったんで、なるほどという感じはしましたけど、まあ、こんな感じでね、バサバサになるまでほぐしてください。よしよし、こんなもんだろう。詰めていくボトルはこちら、行ってみましょうか。うちの師匠が工場に特注で作ったオリジナル2000、これね、結構ええ虫出るんで、まあ、まずはこれぐらい入れて片詰め。まあ、AG はね、とことん固く詰めても粒子が粗いから酸素回るんですよね。超固爪に対応と言ってもいいかもしれないです。まあ、皆さんね、どんな菌糸ブロック使ってるとか、どんな菌がいいとか、いろいろあるかもしれないですけど、基本的にクワガタの飼育ってエアコンで温度管理して、適切な時期で菌糸瓶交換して、でさらに血統が良ければという条件がつくから、常温でねやってる場合は極端に言うと何でも一緒なんですよね。まあ、自分なんかそうなんですけど、やっぱりエアコンで温度管理して、適切な時期に適切な状態のそれなりの菌糸瓶に入れていりゃ、そこそこの虫は誰でも出ますよ。まあ、常温でやってる限りは一緒です。何を食わせても一緒。こんな感じでね、かなり固く詰めていってますけれども、ほいほい。まあ、新外産ね、なんか感覚としては割とサクサクしてるから、トントン詰まっていく感じする。微粒子だとね、かなりキュッキュ押し込まないとダメなんだけど、新外産粒子粗いからね、サクサクいくね、作業が楽ちん楽ちん。まあ、上までね固く詰めて、このボトルの壁際を重点的にね詰めたら、とはこれね、空気を入れる空気穴、型 OK、 空気穴開けましたね。で、こう詰めて、でね、禁止ブロックも禁止ボトルもそうだけど、キノコの菌ですから、
呼吸はしますんでね、こういう空気穴は絶対開けといた方がいいですよね。はい、一本完成。いい感じ。 MT160 って、ね、シール貼ってあるけど、まあ、中身は新外さんです。さあ、それではブロック2つ目いきましょうか。シェリーファームの新外さん AG です。大平岳の金賞ってね、自分はいつも MT160 使ってるから、まあ、いわゆるシワタ系ですけど、持ちがね、あんまりこう MT とかね、シワタ系なんかに比べるとそうでもないなっていうのが実感なんですけど、だけど新外さん AG は持つね。だからでっかいボトルで引っ張って飼育したいっていう方には向いてると思う。非常に。もう発想としてはそのための印象ですね。1本目 AG、2本目 AG のブロック大容量ボトルに詰めたやつとかで、本数を少なくして、1本あたりの時間長く取りたいっていう人には、新外さんおすすめ。ザラザラでしょ、粒子がほら。カブトマットなんかよりはるかに粒子粗いですから、要するに幼虫がね、こう食べるのに時間がかかるっていう感じかな。単純にね。オッケー。さあ詰めていこう。よいしょ。はい、でこうね、片詰めしていくんですけどね。 AG はね、超片詰め対応。どれだけ硬く詰めてもチップが粗いから酸素は回ります。で、まあやっぱり KB ファームのね、金賞って、あの瓦なんかもそうだけど、添加剤が結構効いとるからね、 AMC 出るんですよ。はい、まあ、いつもはね、添加剤ほとんど入ってない品種ばっかり扱ってるから、あ、添加剤ってやっぱりいいんだなってね、そういう感想は持てますね、自分なんか特に。よいしょ。あんまりね、添加剤好きじゃないんですけど、たまにはそういうのも使う。なんでもね、あのちょっと違うこともその都度取り入れていかないと勉強にならないから、自分のスタイルとは違うなと分かっててもあえてやってみるっていうのはね、大事ですね。そっからね、何か得られるものがあればという発想は常にあるんで。よし、これね、グイッと、ほい、 OK。3200の超大型ボトルにも新外さん AG 詰めてみました。まあ、こんな感じですね。粒子の粗さ、チップ状の超粗め、かなりの量入ってて、でそれでいて添加剤が効いてるんで、オークワガタとかドルクス系統かなり虫出ますね。新外さんと言わず国産オークワガタにも普通に使えますんで、まあ、僕もたまに使うぐらいで新外さん AG こんな感じで詰めてます。動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。